第2試合、ノア VS 米豪連合軍、小川義成、熊野仁志組対ボビーフィッシュ、ジョナロック組。第2試合、ノア VS 米豪連合軍、タッグマッチ20分1本勝負を行います。ノアの1月ツアーの最終戦 1.25 大阪ボディメーカーコロシアム大会の第2試合、20分1本勝負のタッグマッチです。アメリカ、オーストラリアの連合軍です。前へ行きますジョナロック、そして後ろからボビーフィッシュ、岩と魚の合体であります。軽快にリングの中にジャンピングリングイン、ボビーフィッシュ、そして TMDK 第3の男、およそ8ヶ月ぶりの再来日になります、ジョナロックです。去年の12月に GHC ジュニアタッグのタイトルを取りました小川義成をチームリーダーに、赤いショートタイツの熊野仁志、ノアのこの2人が手を組みました。今日のタッグマッチで外国勢相手に何を残せるか熊野、そして今年王者として迎えています小川義成です。20分1本勝負のタッグマッチです。画面左側ボビーフィッシュ、右側大きなその体格を誇ります125キロのジョナロック。今日はメインのリングでマイキー・ニコルス、シェイン・ヘイスと TMDK の2人が GHC タッグ王者として4度目の防衛戦を迎えますが、その TMDK 第3の男が画面右側、今ボディチェックを受けています、こちらジョナロックです。久しぶりのノア来日になります。日本での戦いを果たして、またどんなその成長した姿を見せるでしょうか。さあ仕掛けていったのは外国勢の2人、アメリカ出身ボビーフィッシュ、そしてオーストラリア出身のジョナロック。やはり攻撃の的はこの赤いショートナイツ、まだシングルでは勝ち星のありません熊野、この熊野に的を絞ることになるでしょう。余裕を持った仕掛け、そしてゴングが鳴る前から突っかかっていきまして、さあダブルの合体攻撃、おっとバックに回ったのは熊野、ジョナロックに、おっと同士打ちを誘いました。後ろからドロップキック、青コーナーまで吹っ飛ばしていきました。大きな歓声が大阪の会場から響きます。1月ツアーの最終戦になります、ボディメーカーコロシアム大会です。さあ今度は小川と熊野の連携がどうやら出そうです。ダブルのブロンバスターは軽量の体重が軽い方のボビーフィッシュに打っていきました。この小川と熊野は今ツアーでも対戦もありますし、タッグも組んできました。さあ今ボビーフィッシュからタッチを強引にしました、ジョナロックが、おーっとこの体当たり正面から、熊野は全く逃げる隙がありませんでした。今ロープに飛ばされたボビーフィッシュの背中を自らパーンと叩きまして、ジョナロックがタッチ成立、リングの中に入ってきています。この熊野がジョナロックを相手にしますと、やはりこれだけの体格差、圧倒的なパワーの違いというものを見せつけられます。ただジョナロック自身もまだデビューしてから今年で7年というこのキャリアはまだそれほど長い方ではありません。日本のマットに、ノアのマットに上がってプロレスをまた様々な角度から吸収し、さらにこれから伸びていこうという26歳の若手でもあります。ラングメイヤーから今度はボビーフィッシュがロープを使ってエプロンサイドからスワンダイブ、今度は1回転して当たっていきました。このボビーフィッシュを見てみますと、そのテクニックもさることながらこの立派な体格もあります。飛び技も使えます。グラウンドテクニックも非常に豊富です。お、今熊野が踏ん張っている、簡単には打たせません。それをコーナーから小川も見つめます。大ベテランの小川と若手の熊野のタッグです。いやー、ここはやはりパワーで勝りますボビーフィッシュ、ブレンバスター打っていきました。ただ熊野も簡単には打たせないという、そういった気持ちの強さも見せました。さあ上から拳をぶつけていきました。今度は速い、このパワーです。小川がカットに入っていきました。
まあ、極力カットには入らないというような小川の姿もあります。まあ、なるべくこの熊野が自力で返していけるようなそんな成長も見ていきたいといったところなんでしょう。まあ、何しろ75キロの熊野対するこのジョナロックは125キロ、実に体重差50キロです。それだけの体格の差がありながらもやはりこの同じリングの中では、まあ、関係なく正面からぶつかっていかなければいけません。まだデビューして日も浅いこの熊野です。去年の2月にプロの第一歩を踏み出しました。まあ、間もなく1年になろうかというところではありますが、懸命に、まあ、連日さまざまな先輩レスラーにぶつかっていきますが、ここまでのところはことごとく跳ね返されています。明けた2014年は一つまた飛躍の年にすることができるかどうか。まだ勝ち星こそありませんが、タイトルマッチベルトにも挑戦したことがあります熊野仁です。50キロの体格差、一発一発が重くこの熊野にのしかかります。ニュートラルコーナー振りました。このショートレンジのラリアット、至近距離から打っていって前から倒れていきました熊野です。カバーに行ったジョナロック、今日はチームメイトのマイキー・ニコルス、シェイン・ヘイスとの2人がメインのリングでタッグタイトルの防衛戦を行います。同じチームとしてもさらに勢いをつけていきたいところです。さあ対するこのジョナロックに対して熊野も懸命にその力技パワーを正面から受け止めて、なんとか足で迎撃しました。もう一回ジョナロックが来ますが、これはくるっと丸めていきました。さあただ先に立ち上がったのはジョナロック、身のこなしが非常に軽快です。さあ、お、フィニッシュの声を上げました。今度は自らがニュートラルコーナーのセカンドロープに今足をかけ立ち上がりました。ボディープレスを見せるのかと、セットを狙いましたがこれは失敗。ここは熊野が見ていました。今度は熊野が赤コーナー、自身の小川にタッチを交わしました。さあ今度は小川がボビービッシュをまず場外に落としてリングの中、ジョナロックにチンクラッシャー、顎を砕いて足を取らせて円錐切りです。小川の流れです。パワーに勝るジョナロックですが、キャリアではるかに上回る小川がこの流れを翻弄し、このジョナロックの勢いを止めています。飛びついて、いや、あーっとパチンと叩いて今体勢を崩した。腕を取る一回転して DDT 突き刺しました。小川のテクニックがジョナロックの動きを流れを完全に止めています。ライガー、そしてタイガーマスクに勝ちまして GH ジュニアタッグのタイトルを取りました小川ですが、どうだこれは。であっと首を掴んだ。ここから一気にネックハンキングツリー、あーしかし顔面をかきむしりました。捉えて小川を落としていきます。自らの体重を浴びせました。さあパワーで持ち前の力で流れを変えようというところ。今度はリングの中にボビーフィッシュです。前から後ろからローキックも打ちました。ミドルキックを狙うところかわしていった。小川がロープに飛んでいった。あしかし今度はカウンターヒット、カバーに行ったボビーフィッシュ片指に丸めましたがカウントは2。今赤コーナーサイドでは熊野がようやくエプロンサイドに上がろうかというところ。今度はリングの中で小川が捕まる時間が長くなってきました。フレンバスターの体勢を追ってそのまま前に落としました。小川が捕まる時間が少し長くなってきましたが、熊野はこの戦況をどう見ているでしょうか。外国勢がアメリカ、オーストラリア連合軍がここまでの試合は優位に進めています。さあ熊野がようやく赤コーナー、そのコーナーに立ちました。エルボーを打つ、今度はあーっとコーナー鉄柱まで放り投げていきました。タイツを掴んで今度はバックドロップ、リングの中央に落としました。さあ今度は熊野の出番です。小川が今一発返してタッチを交わしました。さあそしてエプロンサイドを走った熊野が今度はニュートラルコーナーのトップに立ちます。こちらを向いたところミサイル、ここはムナイトにクリーンヒットです。カウントは2。
さあ熊野としましても狙いを定めるとしたらこちらボビーフィッシュになるでしょう。なんと言いましてもジョナロックとは体重が50キロ差あります。連続のブレンバスター、大阪のファンから大きな握手。今度はフィッシャーマンを狙いますが、ここは一発拳が入りました。ローリングソバット、小川はこの試合の流れを熊野に託すでしょうか。腕を捉えて、わーっと、しかしちょっと体勢は不十分だったか、顔面を打ちつけていこうかというところでしたが、もう一回今度は狙っていったフィッシャーマンズで今度はロックします。2カウント。さあジョナロックが手を伸ばしています。熊野にとってはこのボビーフィッシュを狙っていきたいところで、おっと場外に落ちて、おっと足をすった。ジョナロックは小川をショルダータックルで距離を取らせました。さあ外国勢の連携、何が出てくるか、おっと頭に一発、キックを見舞ってそのまま落としていきました。おっと側頭部にヒット、後ろから今側頭部にヒットを一発見舞いましたが、さあジョナロックは小川を場外に落としてノアの2人を分断しました。リングの中はボビーフィッシュ、そして熊野が今残っていますが、ローキックも入る、拳も入った。これは腕を取ってどうだ、丸めてどうだ、どちらが丸めるか、体勢はどうだ、熊野が丸めていましたが体勢崩れました。さあボビーフィッシュが体勢を立て直して抱え上げた、おーっと膝、両膝が揃いました。あばらに響いた、いやしかしカウントは2。さあ大阪の会場が沸きます。熊野へのコールが大きくなりました。ただボビーフィッシュも今フィニッシュへの流れを作ろうというところ、側頭部にキックが一発きれいに入りました。3つ入りました。試合中盤にも入った側頭部へのキックが終盤フィニッシュとしても使われました。最後は蹴り技、あるいは熊野の意識がマットを3つ叩く間は一瞬飛んでいたかもしれません。あ、少し目がうつろで、このボディメーカーコロシアムの天井を見つめる目にちょっと力がありません。まさに大の字の状態の熊野仁志、ベテランの大ベテランの小川とのタッグ結成となりましたが、このアメリカオーストラリア連合軍ボビーフィッシュジョナロックのパワー、その圧倒的な力の差で熊野がねじ伏せられました。あ、ただボビーフィッシュも今熊野とクリーンに握手を交わしています。最後は両軍握手を交わす日本勝負のタッグマッチです。おっと小川がジョナロックにはクリーンな握手は交わしませんでした。まあ、このあたりは BMDK 勢いに乗るこの第3の男として、あるいはこの小川の挑発というものをどう受け止めて、また今後の軍団構想に勢いをつけていこうということになるでしょうか。まあ、小川がそれだけ簡単に握手は交わさない、それだけ手強い相手と認めたからかもしれません。第2試合タッグマッチはボビーフィッシュが側頭部のキック一発で